お疲れ様。夜更けまで大変ね、あんたは。でもまあ間一髪窮地を脱出できたみたいでよかったわ。見てることしかできないとこういう時歯がゆいわね。ともあれ、あんたは今回恐ろしい怪奇現象に遭遇したわよね。一応補足しとくと、あんたたちは無事に逃げ延びて会合してたサレンちゃんたちに保護されたから安心してね。それからようやくゆっくり体を休めることができたわ。とりあえずは一息つけたわけね。まあ寝床を整えたりしつつ、あんたはサレンちゃんからある頼み事をされて、これから単身なぜか山登りをすることになるんだけど、まあ今はそれはいいわ。今後の目覚めてからのお楽しみね。それよりも今はあんたが行き合った怪奇現象の方が問題よ。最近この世界では様々な常識では説明できない摩訶不思議な現象が発生するようになってる。そして人々の平和な日常を脅かしてるのよ。あんたも多分聞いたことがあるんじゃないかしら。そんな怪奇現象の中ではシャドウやロストあたりが有名ね。シャドウっていうのはあんたが今回遭遇したやつよ。お化けみたいな奇妙な存在、一般的には魔物の一種って思われてるわね。最近になってシャドウの目撃情報は急激に増えてるの。基本的に不気味なだけで無害ではあるみたいだけど、人が襲われた例もあるらしいわ。今回のあんたたちみたいにね。これがまた正体不明の存在で、どうも生き物ですらないみたい。刃物で切りつけても血も流れないし、食事も睡眠も取らずに延々とさまようだけの存在のようね。ただまあ気味が悪いし、シャドウは実在する誰かとそっくり同じ見た目をしてるみたいなのよ。そんなのシャドウに見た目を模倣された本人としては放置もできないわよね。今回あんたが出会ったのはあやねちゃんとサレンちゃんによく似たシャドウだったわ。声までそっくり同じだったでしょ。あんなのがあちこちに大量に湧いてる。本来この世界に存在しちゃいけない何かが無数に出現してるのよ。逆にこの世界から何かが消えちゃう場合もある。その怪奇現象はロストって呼ばれてるわ。普通誰にでも両親がいるわよね。お父さんとお母さんが愛し合って結ばれて子供ができる。それが自然の摂理で、人間の哺乳類の基本よ。でもなぜか子供はいるのに両親の存在が確認できないみたいな事例が多発してるの。それがロストと呼ばれる怪奇現象よ。まるで最初から存在しなかったみたいに人間が消えるの。戸籍として扱われるギルドに所属した記録や人々の記憶から誰かが消える。単に記録から消えただけなら書類の抜けとか紛失とかで説明がつくんだけど、記憶からも消える。子供には必ず親がいるはずなのに、その親の記憶も記録もなくなってるの。存在するはずなのにいない。だからこそ不自然でロストという現象は認識されたのよ。親がいない、その記録も記憶もない子供が普通に生活してたりしてたのよ。普通に変だって思うでしょ。でもなぜか誰も疑問にすら思わなかった。ロストという現象が認識されて調査が始まってから初めて不自然に消失していると予想される人々がたくさん確認されたのよ。それが1件か2件ならまだ説明はつくわ。親が子供を捨ててどっかに失踪して記録も丹念に消したとかね。子供はそれが悲しくて記憶に蓋をしたとかね。でもそんなことが数百件も起きてればこれはもう怪奇現象よ。それがロスト。あんたと仲良しなくるみちゃんもこの奇妙な現象によって両親を失ってるみたいね。シャドウもロストも今はまだ誰にも説明がつけられない謎めいた事象よ。
他にもまだ認識されてないだけで、いくつもの怪奇現象が発生してるはずだわ。これらの怪奇現象の原因は、私には分かってる。この世界は歪み、病んで、おかしくなってるの。シャドウもロストも、そのために生じてるバグなのよ。世界が不自然な形に歪められた余波、悪影響ってところね。だから世界の歪みを正さないと、シャドウもロストも根本的には解決しない。くるみちゃんも永遠に両親と会えない。ううん、思い出せもしないままなの。そんなのかわいそうだって思うでしょ。あんなに優しいいい子なのに。だったらあんたが世界の歪みを正して。そのための鍵はあんたの周りに転がってるわ。それを一つ一つ拾い集めるのよ。そして世界の謎を解き明かし、歪みの原因を除去するの。ううん、この世界を救うのよ。それは多分あんたにしかできないわ。期待してるし応援してる。頑張ってね、主人公。かつて世界を救ったヒーロー。